襟元につけてあります。ピンマイクです。リンゴ食べます。カメラは iPhone7、 純正のカメラアプリ、フル HD 画質です。置きマイクです。至近距離30センチ以内に置いてあります。若干上向きで、全てマイクには純正のウィンドウジャマーをつけてあります。上にコードを伸ばして、で上にあるところに引っ掛けてぶら下がってるんですよ。なんかレコーディングスタジオのコンデンサーマイクみたいな、そんな状況になってます。で、口との距離はですね、パーカーの襟元につけたのに続いて近いですね。皆さんこんにちは。今年もよろしくお願いいたします。本年一発目の動画であります。本日1ヶ月ぶりに車を出しております。オーディオテクニカのピンマイク、AT9904 モノラル型、まあ、これのテストも兼ねまして久しぶりに車載を撮っておりますと同時に、カメラのアングルも変えまして、同じ HDR-MV1 なんですけれども、フロントガラスに、吸盤でつけてみてあります。センターポール立てて運転の様子も撮る形はもう1年間撮り尽くした感じがありましたので、ちょっと変えてみました。でドラレコの導入もずっと考えてはいるんですけれども、まあ、まずはちょっと流音を下げるという意味でも MV1 をフロントガラスにつけてどうかなというところを試しております。マウントがあの HX-A500 だっけ、私が使っているパナソニックのウェアラブルカメラ、あれ用の吸盤マウントに、ベルボンかな、自由運台をかましまして、そこに逆さ付けで、吊っております。なので揺れが結構あるかもしれないですね。今年は北海道がですね、雪の降り方がおかしいんですよ。どちらかというと暖冬なんですけど、ただ雪はオンオフが非常に激しくてですね、またあの局所的にやたら降るところがあったりということで、多分トータルで押しなべると平均レベルなんですけど、なんか変なんですよ。でこの札幌もですね、今でこそ、まあ、昨夜降ったんでアスファルト見えてないですけど、ほとんどアスファルトは、むき出しの時の方が多いです、今年は。まあ、だから1ヶ月乗らなかったっていうのもありますね。乗ると融雪剤で洗車しなきゃいけなくなっちゃうんで、めんどくさいんですよ。であとまあ去年の春に打ち込みグッズを買ったおかげで、あれが非常に効果を発揮しておりまして、楽しく引きこもり利用しているということであります。現在気温0度ですね。なんかもう冬終わりそうっていう気がしちゃいます。そういう雪の少なさもあるので、まあ、フロントガラス直付けだとフルオートで撮れるんで、今久しぶりに iPhone7 と Wi-Fi 専用アプリで、リンクしてるんですよね。なので画角が丸見えということであります。この雲台との関係でちょっとアングル下向きすぎるんですよね。もうちょい跳ね上げたいんですけど難しそうですね。まあ、ちょっとここは要検討というところかと思います。現在 AT9904 の取り付け位置はですね、バイザー、運転席側のバイザーにクリップで止めてまして、純正のやつですね。でウィンドウジャマーもつけてます。これも純正です。でただバイザーバ
イザーをですね、畳んだ状態だとちょっと指向性、まあ、全指向性のマイクなんですけど、ちょっと指向性、音の入りが厳しいかなっていうのがあったので、どうしてるかというと、若干20度ぐらい下に下げてですね、運転者の顔を向くように、仕向けてあります。切るなと思って輪ゴムで固定しようかなと思ったんですけど、無理だったんでそのまま来たんですけど、早速この買い物の前後でウィンドウジャマーが行方不明になりました。それと今 MV1 のレンズに曇りが入っちゃってますね。いや、あのジャマーは多分車内にあると思うんですけど、極小なんで探すのは大変ですね。多分かなり多くの人がなくしてんじゃないですかね、このマイク使ってる人。で、あの最初ステレオタイプ買おうと思ってたんですけど、いろいろなもう、まあ、レビューが散々出まくってるんで、いろんなレビューを見るとですね、音がシャリシャリしてるんですよね。まあ、このサイズにちょっとステレオは無理だってことですよね。なのであえてモノラルにしました。私がアクションカム使ってるメインの HX-A500 は、モノラルなんですよね。まあ、あれはちょっと音質がラジオみたいで、高音と低音が入らずですね、中音ばっかりで、あれはちょっと音質がひどいんですけど、ただ臨場感としては、まあ、モノラルでも結構十分なんですよね。というのもありまして、モノラルをあえてチョイスいたしました。いや、 やっぱ車楽しいですね。楽しいけど、幹線道路とか行っちゃうと、の撮影は曇ってなかったと思うんですけど、今も曇りは減りつつありますね。やっぱちょっとね、画角が下向きすぎるな、これもったいないですね。ちょっと検討します。あくまで本日は初乗りテスト。